博打メルカリチャレンジ。はい、どうもしょうです。さあ、本日も第2企画、メルカリ引退品開封コーナーということでですね、メルカリで販売されていた22万円の引退品を開封していきたいと思います。1個ね、10万円を超える、備品だったら超えるであろうカードが入ってたんで、まあ大丈夫かなということで買ってみましたが、中身はどうなんでしょうか。懐かしのカードがたくさん入った引退品になります。それでは開けていきましょう。ここから透けてる感じはね、わりかしパラレル系のカードが見えてるんですけどもね、行きましょうかね。ということで、いきなりですね、これ熱いな。レッドアイズブラックメタルドラゴン、そしてレッドアイズブラックドラゴンメタルデビルゾア2枚ということで、もうこれでお腹いっぱいという感じなんですけども、こっちから行ったらね、なんかもう最初にクライマックスを迎えそうなんで、こっちから行きましょう。よいしょ、おー、無敵将軍、ジェネラルフリード。ちょっと待って、これめっちゃ綺麗じゃない？パラレルの備品は嬉しいな。あ、表がもうパラパラしちゃってますね。昔パラパラとか流行りましたね。長州、小力。ここら辺のもう戦士族とかがめちゃくちゃ活躍してた頃に出たやつですね。パラレル、いいね。ちょっと期待できるよ、今回は。はい、裏のカード。死のマジックボックス。これはですね、プレミアムパック4。いつも通りのブラックマジシャンのパックです。はい、これ引退品開封でよく出てくるやつ。はい、そして来ました。王家の眠る谷、ネクロバレーって、この名前がいいですよね。これもパラレルがすごい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 。備品のパラレルが私、個人的に結構見つかりづらい気がするんで、昔のレリーフとかの方が備品結構落ちてる気がする。高森系の、あれですね、フィールドですね。さあ、そして次、魔導ギガサイバー。これもね、パラレルでございます。エスパーロバが使ってたカードですね。その後、城之内くんがもらいましたね。生贄なしでこう吹っ飛んでくる2200です。私もこれ使った記憶あるんだよな。そしてダイヤモンドドラゴンですね。これもパラレルでしっかり入ってますね。まあ、たださすがに傷ありか。すっごい弱かったんだけど、なんか毎回デッキに入れてた記憶があって、ちょっとこれはね、備品いつか欲しいんですよね。完璧なやつが1個欲しい。はい、そして行きましょう。あ、トリドゥ守り抑留。最近注目されております。注目されてるって言っても、まあコレクション界なんですけども、この初期のねスーパー最近見直されてきましたね。この砦を守る翼竜とか異次元の戦士とかね、発光の美少女とか、だんだんとね、昔までは数百円とかだったカードが、最近だと1000円とかしたりね。この砦を守る翼竜なんかはわりかし人気だった気がする。 30% の確率で回避。はい、行きましょう。カオス車術の儀式、いいですね。やっぱね、このウルトラのねカオス車術の儀式は結構欲しいですよ。スーパーの方はね、たくさん出回ってるんですけども、マジシャンオブブラックカオスのね、せっかくレプリカじゃないバージョン、東京ドームの方のブラックマジシャンカオスを手に入れた方はですね、ぜひこれを一緒に並べてほしい。うん、これめっちゃ綺麗。ということで、裏向きのカード、最後が、よいしょ、あ、異星の最終戦士ね。これもね、パラレル結構見るんだよね。うん、なんか私、パラレルの方が個人的に見る機会が多い気がするな、これ。はい。次、これもちょっと期待できそうですよ。またパラレルですね。トゥーンデーモン、いいですね。トゥーン系のカードはね、やっぱり一定数のファンがいるんでね、これは個人的にはかなり嬉しいカードですね。パラレルのこの白が残ってるのは結構少ないんだよね。意外と引退品とかの方が良かったりする。はい、おー、シフトチェンジっていうか、この人パラレルコレクターかな。これめちゃくちゃ綺麗だけど、どんな状態で保管したんだろう。すごいな。当時そんなに人気なかったから、割と使われちゃった気がするんだけどね。はい、そして来ました。ブルーアイズホワイトドラゴンの3体連結バージョンです。これね、4枚のカードになって、こうバラバラにね、融合するのもあるんですが、これ1枚バージョンですね。はい、昔はブルーアイズホワイトドラゴンを邪悪なる鎖というね、魔法カードによって無理やりこうくっつけるっていうね、融合してないんだよね。無理やりくっつけただけっていう、首輪させてるだけなんですけどね。8回連続で攻撃することができるって、ちょっとアホっぽい効果がいいですよね。はい、ブルーアイズホワイトドラゴン3体連結です。ちなみに今回登場したカードはですね、基本的にはお店に置かれることとなります。掘り出し物価格で置いたりするんでね、ぜひお買い求めください。次、スカルライダーですね。まあちょっとこれはボロいかな。うん、まあさすがにね、引退品ですからね。まあ、この初期ウルトラのなんかこののっぴりとした感じ結構好きなんですよね。次がホーリーエルフ。さあ、初期のホーリーエルフはもう人気です。備品だとうちでも買い取り1万何円とかなったりするな。びっくりしましたね、ホーリーエルフね。まあ確かに綺麗。はい、次、スカルライダーの復活。これもね、なんか意外と人気あるんだよね、スカルライダーとスカルライダーの復活ね。ちょうどこう2つセットで並べやすい。そしてカオス黒魔術の儀式、いいですね。2枚目出ましたね。ここマジシャンブラックカオスじゃなくてメジャシンヌビアということで、これもね、よく友達持ってましたね。なぜこれはウルトラレアで収録された、パラレルで収録されたのか未だによくわかりません。メジャシンヌビア、おお、これやばいね。
はい、来ました。ブラックマジシャンガールのダンジョンダイスモンスターズ限定の付録カードですね。これはレリーフのバージョンになります。スーパーシークレットレリーフがあって、スーパーが一番高いんだよね。これ裏がね、ほらピンク色になってる、結構可愛いですね。普通のカードと見比べても大きい。そして次出るのがラーの抑止竜だということが分かってしまいました。はい、ブラックマジシャンガールで、こっちのバージョンですね。あ、これは宿だ。おー、宿いいね、なかなか。おー、これは一番色っぽいやつですからね。ブラックマジシャンガール、もう少年の夢、憧れです。はい、思春期で、次が宿と。おー、一個だけレリーフだった、面白いな。あ、これ結構状態いいね。うん、これも最近非常に人気ですね。私もこれはおすすめしてます。まあ、大体デュエマと同じぐらいの大きさでね、ブラックマジシャンガールをね、こう絵を堪能できる、絵の大きさで言えば、まあ、2倍ぐらいあるからね。はい、これは非常におすすめです。ブラックマジシャンガールでした。で、これがラーの抑止竜ですね。はい、もう分かりました。おーおーおー、綺麗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 、マジか。これ結構綺麗なやつ、希少ですよ。神のカードもね、やっぱみんなね、使いはしないんだけど、やっぱ子供だから適当に保管してボロボロになるんですよね。ラーの抑止竜はめっちゃ嬉しい。これ赤くなってるから、これオシリスじゃないかな。おお、左足だけ来ちゃうっていうね、この謎の。しかも初期左足じゃん、やった。エクゾディアもですね、まあ、ちょうど今年から、今年か去年ぐらいかな、からめちゃくちゃ人気になりましたね。シークレットとウルトラがね、意外と値段的にはちょっと近いぐらいなんで、私ウルトラ個人的におすすめです。綺麗なのが少ないんで、今のうちにウルトラはね、買っといた方がいいと思いますよ。これオシリスですね。はい、さあ来ました。オシリスの天空よりも状態がいい。スリーブがボロかったから、ちょっとうわーって思ってたけど、めっちゃいいじゃん今回。なんか結構期待できるかもしれないね。これがオベリスクの巨神兵ですね。はい、来ました。オベリスクもね、なんかスリーブが毎回どれも違うのが面白いね。シークレットが貫通してる方の個体が多いんですよね。そう、カードがすごい輝いて。最後がこちらのカードです。トゥーンブラックマジシャンガール、ゲームボーイアドバンスの6のソフトですね。初回限定版に封入されたシークレットレア仕様のトゥーンブラックマジシャンガールです。地区のトゥーンブラックマジシャンガールの値段が一時期バーンと跳ね上がったことがあって、なんか1万何円ぐらいだったかな。今落ち着いたんでね、欲しかった方は今買うといいと思いますよ。非常におすすめです。次がもうエクゾディア丸見え状態です。はい、エクゾディアです。ウルトラで揃うとこの金のね、感じが相性良くて非常におすすめです。封印されしエクゾディア、その後ろのカードがちょっと気になるところ、おイグザリオンユニバースということは、これゲームボーイ6のギルフォードザライトニングも入ってる可能性ありますね。シークレット仕様でおそらく入っていそうな感じがします。シデッキの初期急に来たな。綺麗なのが少ないです。はい、まあ、トラップカードはさすがに綺麗にこう飾ってる人はまああんまりいないでしょうからね。はい、シデッキ2枚目。はいはい、で次が、あー、ブルーアイズホワイトドラゴン、これは嬉しい。はい、バンダイ版のブルーアイズホワイトドラゴンですね。やっぱ原作見てた方からするとこれ欲しい方多いんじゃないでしょうか。このブルーアイズホワイトドラゴン結構綺麗だね。左右割と対称かもしれない。うん、これはなかなか珍しいですね。だいたいずれるんだよな、バンダイ版って。コナミ版はね、後ろがねちょっとこうぐるぐるってなってるんですよね、円みたいな感じで。これはね、稲妻が走ってるっていう仕様で、これ結構後ろが綺麗なんですよ。ライオンの儀式ですね。プレミアムパック2のカードですね。ライオンの儀式、結構綺麗なライオンの儀式出てきた。はい、で、スーパーウォーライオンですね。これもいいですね、非常に。プレミアムパック2もね、最近やっぱね、開けてそのカードの鑑定出す人が増えてきたせいか、結構高くなってるんだよね。はい、で、エルフの剣士、わー、やっぱいいね、この宿のエルフの剣士。はい、まだまだお安いのでお買い求め、おすすめです。はい、ダイヤモンドドラゴンで、うわー、開封動画を始めた頃からずっとおすすめしているカオスソルジャーウルトラです。1対1のね、この枠がもう最高だもん。枠との相性がいい。そして色もね、完璧。この金、赤、青ね、この3色がね、中心となった。デザインが優れすぎてるよね、カオスソルジャー。さあ次行きましょう。あー、カオスの儀式、やっぱね、儀式とセットで飾る、これはなかなかいいですよね。さあその次、ゼラじゃないか、あ、デビルズミラーか。デビルズミラーってことは悪魔鏡の儀式と。はい、ここら辺は予想通り。さあ次行きましょう。はい、では行きましょう。炎の剣士です。これはコレクモについてたやつだったっけな。男らしいやつ、よく見ると結構筋肉すごいですね。はい、炎って書いてあるね、炎の剣士。炎の剣士ってことは、おお、急なレリーフ、
サウザンドアイズサクリファイスです。一番最初のレリーフにして一番マガマガしいレリーフなんじゃないでしょうか。レリーフってかっこいいな。なんかウルトラベタ褒めしたというのもなんだけど、レリーフのこのね感じは特に2機と3機はやっぱねめちゃくちゃいい。はい、ノスベラトゥリッチですね。この宿いいですよね。名前が虹色のね、謎の仕様がかかっております。ノスベラトゥリッチです。ノスフェラテリッチと暗黒騎士ガヤのね、レリーフない問題っていうのがあってね、みんなが探している一枚ですね。で、次。あ、サウザンドアイズサクリファイス。そう、これウルトラとウルパラとね、レリーフがあるんでね、なかなかレリーフが出づらいんですけどね。はい、ウルパラが出ました。まあ、これパラレルだったらかなり熱いですが、まあ、さすがにウルトラと、ゲームボーイ4の遊戯編かなに収録されていたカードです。はい、3体合体します。で、次。おー、サイコショッカーいいですね。なんかちょっとバトルシティ編を彷彿させるこの感じで、ね、サイコショッカー、アパラル結構綺麗だね。シークレットの方がね、実は多いんじゃないかっていう話が出てて、私個人的にも、シクとパラレルが同じだったら、パラレルの方をお勧めしてます。はい、こっちの方がなんかね、体感少ない気がする。で、試合の手向け。これパラレルめっちゃいいね。初期のパラレル。やっぱりね、なかなか枚数少ないです。特に綺麗なものは少ない。もう見つけたら即買いレベルのね、初期パラレルカードなんですけど、死者への手向けね、なんかこれ普通に強いカードだった気がするんだけどな。来ました、ウルシクゾーン。さあ行きましょう、飛びペンギン。ちょっと見た目良さそうですが、まあ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 、こんな感じでしょう。ウルトラシークレット大人気。もうこれね、傷がめちゃくちゃ目立つんだよね。私もね、最近ウルトラシークレットが一番好きな光り方なんですけどね。ウルシク断然高い。はい、そして竜騎士ガイア、パラレル。あ、いいですね。竜騎士ガイアもやっぱね、一定の人気あるよね。ほんと原作ファンからしたら結構登場回数多かったから、非常におすすめなカードです。竜騎士ガイア。で、妖精の贈り物。いいですね。これも人気あるんだよね。やっぱ女の子は人気ある。可愛い女の子のね、特殊なレアリティがマニア人気でね、いつの間にか値段が上がってたりするっていうことがあります。はい、で行きましょう。ブラックデーモンズドラゴン初期パラレルですね。はい、お、これ結構綺麗じゃない。これもね、王国編で突如として登場したカード、迷宮兄弟ら辺で出てきた時めちゃくちゃ使ったっすよね。これも結構屋台でね、偽物が作られたカードですね。ブラックデーモンズドラゴン。はい、そして千年の盾。これ一応千年アイテムの一つってなってんだよね。すごい遊戯王感が味わえるというか、これをね、スクリューダウンに入れて飾ってるとね、すごい吸い込まれるような、不思議な錯覚を覚えます。個人的には結構ディスプレイ向きなカードだと思います。次がクイグルミ。これもね、人気あるんです。やっぱ可愛いからね、ポケモンカードとかに出てきてもおかしくないようなこの見た目ですよね。まあ、ただやっぱ遊戯王ちょっとブラックなね、この目が死んでるね、何かみたいな目をしてますよね。はい、コミカルな中のダークさっていうのが遊戯王の魅力だと思います。そして最後が、あ、ブルーアイズトゥーンドラゴン。お、これパラレルかな。これもですね、なんかシークレットもあるんですけど、ウルパラが珍しいカードな気がします。これはこれで可愛いよな。なんかな、これぬいぐるみとかめちゃくちゃ欲しいんですけど。では行きましょう。残り2ページとなりました。女の子軍団です。さあ皆さん、お待たせいたしました。女の子大好きの皆さん、お待たせいたしました。私のチャンネルのね、視聴者層 99% が男性というデータがあるんでね、女の子が出ると皆さん湧き上がるんじゃないでしょうか。はい、行きましょう。ハーピーズペットドラゴンですね。これもね、やっぱ初期もっと評価されているような、ハーピーズペットドラゴンといえばね、ファイブゴッドドラゴン戦でも活躍しました。なんかいいよね、このピンク色っていうのが可愛くてね。はい、女の子ドラゴン。さあ、お、グレートモスはいいね。これ初期のたまんないっすよね。この色めっちゃ綺麗なんですよね。グレートモスとかカンガルとかね、結構シクとの相性がいいんだよ。ここら辺ちょっと集めてね、原作ごっこしたいですね。はい、そしてハーピーレディ3姉妹ですね。はい、これはスタジオ第1版が非常に人気あるんですが、私はね、個人的にそこら辺はあんま関係ない人なんでね、宿いいよね、やっぱね、三姉妹の宿。さあ、そして竜騎士ガイアもついに初期が来てしまいました。うわー、かっこいいな、やっぱ。この枠のデザインがいい。そしてデュナミス・バルキリアですね。はい、最近でも、20th シークレットだったかな、がなんかで出てましたよね。これもゲームボーイの、初回限定版の付録です。はい。で、よいしょ。おー、サウザンドドラゴン。なんかすごいボリュームシリーズの宿がで、めっちゃ綺麗な状態でいっぱい出てくる。これが引退品が着る醍醐味ですよね。本当にたまに当たるとね、すごいいいんだよ。カード3、4枚見るとね、どれぐらいの感じでコレクションしてるかがわかるんだよね。結構綺麗、この人。あ、サウザンドドラゴンのパラレルですね。ウルパラ。わー、嬉しい。パラレルめっちゃ残ってる。これはありがとうございます。ということで、最後のページにやってまいりました。じゃあ、見ていきましょう。まずはメタルデビルゾアです。まあまあまあ、こんな感じの状態ですね。それはもう仕方ないでしょう。メタルデビルゾアなんてね、相当昔のカードですからね。もう一枚ですね。はい。で、
レッドアイズ、ブラックドラゴンのパラレルいいですね。やっぱ初期もいいですけど、このパラレル、ウルトラパラレル、非常に状態のいいね、ものを見かけると興奮してしまいます。幻の超レアカードだって言ってるぐらいですから、やっぱね、こんだけビカビカ光ってもらわないと。レッドアイズ、ブラックメタルドラゴン、シークレットと相性のいいカードランキングトップ3とか言ったじゃないですか。やっぱこれぶっちぎりで好きなんですよね。この顔とか皆さんよく見たことありますよ、これ。めっちゃ綺麗よ、これ。原作を超えたわ、これ。ブラックメタルドラゴン、かっこいいですね。裏向きのカードが本当何か。あー、ブルーアイズ、ホワイトドラゴン、後ろに来たか。これ大体あのね、引退品開封すると正面に入ってるカードなんですけど、初期ブル来ましたね。まあ状態はあれですけど、やっぱこの枠のね、ブルーアイズ、ホワイトドラゴンかっこいいです。このカードもね、金との相性は非常に、このウルトラレア、やっぱね、ブルーアイズで好きになったかもしれない。ウルトラレアっていうリアリティが。で、ああ、そう来たか。ブルーアイズ、ホワイトドラゴン。まあ2枚来てたと。これちょっと期待しちゃうな。アルティメットドラゴンのスーパーパラビュー。あ、ガイア。あ、ガイアボリューム1か。おぉ。風よりも速く走る馬、ね、馬からピョーンって言ってね、カオスソルジャーになるんですよね。馬どこ行っちゃうんだろうって感じですけども、これ最後カーソブドラゴンでしょ。ああ、やっぱそうだった。はい、これはいいですね。ウルトラレアですね。これがウルトラレアっていうのはちょっとびっくりしますよね。後々にスーパーレアで収録されるんですが、初期はウルトラレアなんです。最後にですね、包まれたカードがあるんですね。厳重にくるまれてる。お、マグネットホルダーですね。状態次第だからね、10万円ぐらいかなと思って、状態を加味して買ったんですけども、それぐらいの状態であればいいかな。高くなっちゃったからね、最近ね。裏見ただけでわかる。これめっちゃ状態いいわ。行きましょう。最後のカードがこちらです。レッドアイズ、ブラックドラゴンのレリーフです。墨のようなこの黒さ。めちゃくちゃ美しくないですか？黒と白だけでさ、この表現ですよ。これ店に置くとなると16、17ぐらいじゃないかな、これ。これは完全に当たり引きましたわ。はい、やった。これメルカリチャレンジ大成功ということで、レッドアイズブラックドラゴン誕生しました。はい、じゃあちょっともうこれはすぐスリーブにしまいます。はい、ということで本日もちょっと大博打なメルカリ22万円引退品チャレンジやってみましたが、大勝利という形でよろしいんじゃないでしょうか。相手がお店とかじゃないんで、ヒヤヒヤしながらやってるわけなんですけども、これは十分ね、当たりだと思います。絶版ボックスの方もですね、開封していきたいなと思いますので、開けてほしいボックスありましたら、こちらのコメント欄に書いてください。レリーフがたくさんなくなってきました。買取をかなり強化してますので、エルドラード、秋葉原にもぜひカードを持ち込みください。そして近いうちにですね、エルドラードから大きなニュースがあります。動画楽しみにしておいてください。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。シャマでした。さよなら。